始めます。この実験は災害時に避難所で新型コロナウイルスの感染が広がるのを防ごうと、岐阜県笠松町が協定を結ぶ岐阜聖徳学園大学と共同で実施しました。段ボールのベッドや仕切りを入れた体育館にスモークを焚き、空気が入れ替わりにくい場所などを確認して適切な換気の方法を探します。コロナ禍の中でいざ災害が起きたときにどういうふうな避難が適切なのか、単純に窓を開ければいいっていう換気方法じゃなくて、寒さとか風の強さとか自分に適切な窓の開け方っていうのも見つけられるんじゃないかなって思って。笠松町では今後地域の人が避難所運営の方法などを確認できるイベントも予定しています。